ても向こうに住むとこないとまずいじゃないですか。ホームレスになっちゃうんで。はい、皆さんこんにちは。海外挑戦を夢見る男、片瀬と申します。今日はですね、自宅から撮影をしております。今日の動画の内容は現状報告をしていこうかなと思います。7月から YouTube 始めて、海外行くぞというところから、どの国行くの、じゃあドバイ行くぞというところで、次に知り合いも骨もないので辻さんと竹原さんのセミナーに行って、これとか人脈いっぱい作るぞっていうところから、お客様からドバイにね住まれてる方を紹介してもらうっていうところまで今お伝えしているかなと思うんですけれども、ここでですねちょっと一つご報告がございます。ドバイに会社が完成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。ドバイに会社ができました。これはですね、向こうのエージェントにお願いして、設立をしていただきました。エージェントも本当にピンキリで、ネットで調べてみるとすごくたくさんあるんですよ、そういう代行してくれるところっていうのは。お金も本当ピンキリで100数十万から、まあ、50万とか200万とかのところもあれば、まあ、300万とか、もう本当にピンキリなんですよ。どこまで入ってるか、サービスがねどこまで含まれてるかにもよるみたいです。なので、もし海外にね、こう会社とか作りたい人とか行きましたら、自分で調べてみると、ほんとたくさん出てくるんで、やってみるといいかなと思います。僕のところもし気になるようだったら、メッセージとかいただければご紹介しますので、ぜひ見てください。で、会社作って、会社って、日本と違って、ドバイって、法人税はないんですけれども、その代わり、毎日更新料がかかるんですよ。更新料を払うと、会社の更新料ができるみたいな感じになってくるんで、なので作ったらこれから毎年こう更新料を払っていくっていうような形になっております。あとは今決まっていることは、10月にドバイ行くじゃないですか。その時にやらなきゃいけないことがあって、まずは個人口座の設立、あとは法人の口座の設立、あとは日本でいうマイナンバーみたいなのがドバイにもあって、そのエミレーツ ID っていうのを申請する、あとはビザですよね、ビザを発行する、今の自分の作った会社からビザを発行して、で僕が日本からドバイに行くっていうような形になっております。なのでビザを発行するっていうことは、もう僕向こうに行くことになるんで、1月からですよね、1月からドバイに行きます。なので住むところももう決めないといけないじゃないですか。行っても向こうに住むとこないとまずいじゃないですか、ホームレスになっちゃうんで。なので10月行った時に不動産もこのエージェントに紹介してもらって、いろいろ探していこうかなと思っております。なのでその不動産のツアーとかもね、ちょっと YouTube でこう撮って行こうかなと思ってるんで、皆さんはね、そこら辺も楽しみにしてください。なんか不動産めちゃめちゃ高いとか言うじゃないですか。なんで僕もちょっと全然まだ見たことないんで、ちょっと中のね、様子とかも、ま、撮っていけたらなと思っております。はい、そんなところですね。今決まってるのはね、またなんかいろいろ決まり次第でご報告させていただきますので、またぜひ楽しみに見てください。今日もですね、見ていただきましてどうもありがとうございました。またチャンネル登録、高評価、コメント等もしございましたら、お願いいたします。またぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。